こんにちは。カナダ在住の山達です。グローバルタイムズ、好感度報道の狙いということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、今回はグローバルタイムズの報道を皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。先にお断りをしておきますが、僕は工作員ではありません。はい。えー、でですね、このグローバルタイムズってどんなメディアなのか これを知っているか知ってないかで、えー、ここのする報道の見方っていうのが大きく変わってくると思いますので、まずそこの復習からいきたいと思います。グローバルタイムズっていうのは環球時報の英字新聞です。環球時報というのは中国共産党機関紙であり、人民日報の参加についてるんですね。で、えー、ここはですね、2020年6月にアメリカ国務省から中共の宣伝機関であり、プロパガンダ機関として、情報活動の一端を担っているというふうに認定を受けているわけなんですね。 ま、そこの参加についているわけですから、このグローバルタイムズの報道する内容というのは、何か事実をニュースとして伝えているのではなくて、世界に中教のメッセージをニュースという形で発信しているというふうに見るのが自然な流れになるわけですね。 で、今回はえ、昨年12月に中国人を対象にした世界の国の好感度調査、旅行先候補調査っていうのがありました。で、その結果が報道されたわけなんですが、その意味するところって何なのかなっていうのを一緒に考えていきたいなというふうに思います。 まず、この調査なんですが、グローバルタイムズのリサーチセンターと調査会社のデータ100っていうところが共同でオンラインで実施しました。で、その結果が12月28日に出てきていたわけなんですが、調査期間は12月10日から15日まで、中国国内16都市2148人が回答したということなんですね。で、えっ、ー、と、この調査結果なんですが、一言で言うとデータが不透明すぎるっていうところがありまして、普通こういう調査があると、まあ世論調査みたいなものなんですが、それが出てくると、 それをまとめたレポートみたいなものが、えー、こういう記事のどこかにリンクとして貼られるはずなんですが、それがないんですね。なので、えー、数字ちょこちょここの記事の中に出てくるんですが、全体が見えてこないので比較もできない。まあ、なのですごくわかりづらいものになっています。まあ、多分そもそもね、えっ、ー、と皆さん今感じているか、またはなんならもうコメントか書いてき終わってるかもしれませんが、そもそもね、この、 調査本当にやったんかねというところも怪しいわけなんですよね。はい。まあそういうところもあるわけなんですが、今回その好感度の話だと旅行先に関する話をしていきたいと思います。で、まず好感度のところで注目すべきところは、どこが一番いいのかっていうところと、どこが一番悪いのか。なんでトップとドベがどこだったのかっていうところを知っておくべきかなというふうに思います。はい。えーと、最も好感度高かった国はシンガポールだったということなんですね。 で、ついで、ドイツ、フランス、アメリカ、ロシア、モルディブという形で、えー、トップ6がこうだったということだそうです。はい。えー、で、まあ、シンガポールとかとモルディブもそうですよね。かなり中国資本が入ってきてるっていうことが有名な話ですし、まあその辺もやっぱり関係してるのかなっていうところがありますよね。で、一つ思うのが、このシンガポールが14%の、なんて言えばいいのか、得票率って言えばいいのかな、だったようなんですが、 正直低くないかなって僕思ったんですね。なんですが、あの、他のね、ドイツとかフランスとかアメリカみたいな2、3、4位の国の数字が載ってないので、比較ができないんですね。なので、よくわからないんですが、まあ、とりあえずどちらにしてはシンガポールが一番高かったっていうこと。まあ、こういうところがそのデータが不透明っていうところになるわけなんですよね。はい。で、まあ、トップがシンガポールだと。 じゃあ一方で、ドベどこだったのって言ったら、なんとカナダでした。はい。まあなんとって言い方も変かもしれませんが、えー、最下位で0.4%の、なんていうのかな、支持率だったということなんですね。 で、まあ、カナダと中国の関係って、まあ、年々悪化しているところは確かにあるということなんでして、えー、例えばカナダの会員議会がジェノサイド認定をしたよとか、あと一番でかいのはファーウェイの副社長拘束問題ですね。はい。まあ、これは中国側の視点であって、カナダ側からの視点から言うと、二人のマイケル問題だったわけなんですが、まあ、このあたりでかなり摩擦が、あの、起きていたっていうところがあって、まあ、その結果が今こうなってるということですね。 で、えー、と一つ、ですねその基本、あの世論調査って、クソの役にも立たない時って結構あると思うんですが、ただ、この中国とカナダの関係に関しては、カナダ国内で行われている調査って、かなりなで役に立つって言い方変ですが、コンスタントに変わってないところが1個あるんですね。それが、カナダ人から見た中国の,その印象であるとか、えー、カナダ政府が中国に対してどれぐらい強く出るべきかっていうような調査。 見ると,、えー、と6割とか7割ぐらいの人がコンスタントにもっと中国に強く当たるべきだとか、えー、とまあ強く当たっていいんじゃないかみたいなそういうような意見を持ってるんですね。 ま、なので、今回、その、中国にとってカナダが最下位だったっていうのは、もうまさに、え、カナダ国内でも似たような状態になってるっていうところが見えるのかなというふうに思うところがあります。はい。まあ、こんなような調査結果が出てきてたっていう話なんですね。で、個人的にね、一番気になるというか、注目したいなって思ったのが、あ,あ、そう、そう、ちなみにね、あの、カナダからの郵便物問題、この前動画でご紹介しましたが、えっと、 カナダからの郵便物が原因で、あの、オミクロンがね、カナダ国内であ、中国国内に広がったみたいな話出ている、てるって言いったじゃないですか。うん、あの続報が出てきてまして、あの、まずね、そうしあの、コメントでね、なんか、やたらカナダからの手紙っていうなんか名前でしたっけのコメントがめちゃくちゃあって、これ何言ってんだろうって僕思ってたんですね。で、そしたらなんか、歌謡曲かなんかであるようなんですね。僕全然ごめんなさい知らなかったので、えっ、ー、と、なんだろう、うあそこまで固まっては本当に、あの、<laughs> いっぱい同じようなコメントがあったので、うん、なんか、 歌ってるコメントとかもありましたからね、なんか不思議だなって思ってたんですが、そういうことだったんですね。はい。またなんか一つ、えっと、なんか、なんだ豆知識みたいなものが増えました。はい。ありがとうございます、皆さん。 で、その話は横に置いといてですね、このカナダからの郵便物がうんたらかんたらっていうふうに中国が言ってるわけなんですけれども、えっ、ー、と、どうやらですね、中国に到着した海外からの郵便物って少なくとも4回消毒を受けるらしいんですよ。もうまさにこんな感じだそうですよ。<laughs> すごいですよね、これね。はい。えっ、ー、と、まず、えー、到着したらコンテナごと丸々消毒をすると。 で、税関でなんかチェックする前に外装を消毒する。で、なんかね、ちっちゃい小包みとかだったら中に管かなんかボンって入れて中にも噴霧するみたいな話だそうですね。はい。で、税関通った後次はゆ、えー、郵送会社かながあの引き取るときに中身開けてで中消毒かけるそうです。 で、その後輸送が、輸送会社が配送する前にもう一回消毒をするということで、4回消毒をするということだそうですね。はい。なんかね、すっごいことになってますよね。うん。で、あのね、まあ、その国ごとでルールあるし、考え方も違うので、まあ、お好きにしてくださいっていう話ではそうなんですけれども、 これ若干カナダにも影響あると思うんですよね。あの、この過剰な反応って多分、その、今ここのカナダに住んでいる中国人でも及んでるって僕を感じるんですよ。まあ僕だけかもしれませんが、もしかしたら同じように他の地域に住んでる方も感じてるかもしれませんが、多分同じように、 あの、その中国本土で起きてることって、こっちに住んでいる人にも感化してると思うんですよね。例えばこのバンクーバーって2割ぐらいが中国人だってううに言われてるんですね。うんで、えっ、ー、と、そのウェイボーとか、あとは何でしたっけ、あの、ウィーチャットとかね、ああいうものでいろいろ情報をゲットしてる人もいるということで、まあそういうところから本土の情報をゲットして、あの、いろいろパニックってる人もなんかいるような感じがするので、うん、なんかそろそろ何とかしてほしいなっていう,うに思うところがあります。はい。っていう、まあ最後は完全にすごく、なんか、 なんか地元のような話になりましたが、ま、とりあえずこんな感じで、え、すごい消毒をやっているそうです。はい。じゃあ話をちょっと戻しまして、えっと、今回の調査結果の中で、個人的に一番気になるのが好感度のところ以上に、旅行先調査。これ1位シンガポールだったっていうことなんですね。 えっと、17.1%がシンガポールに行きたいというふうに答えているということで、ちなみにそれまでずっと2019年、20年は連続1位を日本が取ってたんですが、今回6位に転落したということだそうですね。はい。まあ、これに関しては皆さんいろいろ思うところがあるかもしれませんが、えー、とりあえず今、 中国人の見方っていうのは日本から他の国になりつつあるというところなんですね。で、こうなってくるとこの結果っていうのは好感度も旅行先も共にシンガポールが1位を獲得したっていうことなんですね。で、過去4年間ずっとランク外だったっていうことだそうなんですが、じゃあなんで今回突然シンガポールが上がってきたかって言ったら、一応このグローバルタイムズの記事の中にかかで登場する専門家さんの見解によりますと、 シンガポールが上がったっていうよりも、欧米諸国のランクが下がったことが要因の一つじゃないかと。で、あともう一つ言うと、シンガポールという国は米中関係に中立の立場を取っているし、感染症対策が中国と似ている。要は厳しいことをやっているというふうなことも指摘しているわけなんですね。 ま、なので、えっと、ま、多分、こっちよりも、これっちりですよね。その、米中関係に中立だからっていうところが多分、えーキーなのかなっていうふうに思うんですが、本当に中立なのかなっていう疑問は正直ありますけどね。はい。ま、その話は横に置いといても、とりあえず、あの、シンガポールが1位を獲得したっていうところがあるんですね。で、えっと、この旅行先なんですけれども、海外旅行って、これが増える、減るって、その国の経済に直接影響を与えるっていうのはもう、誰しもがわかる話なんですよね。 でえ、今回の話っていうのは中国から観光客という名の、まあ言うなら経済支援を送る相手、これを見定める、まあ、シグナルのようなものになってるんじゃないかっていう指摘があるわけなんですね。まあつまり今回シンガポールっていうのがトップに上がってきたわけなんですが、あのね、ごめんなさいよく、僕の勝手な主観なんですが、シンガポールにここまで熱望していきたいって思うかなっていう疑問が正直あるわけなんですね。 なので、えー、まあそういう疑問なところからしてもやっぱりなんか狙いがあるんじゃないかっていうふうに考えれて、でまあそうなるとやっぱり観光客を送り込む数っていうのに関わってくるのかなと。で、それはそのままその国の経済に影響が出てきますから、えー、まあ受け入れる側としては嬉しいですし、順位下がった国からすると、ああ、わわわあ、わーみたいな感じになるかもしれないというところがあるわけなんですね。まあこれがまず一つの見方。もう一個指摘されているのが、今中国国内って経済停滞をして、 してることを、ま、隠そうとしてるところがあるわけなんですよね。まあ、ただ実態はそうじゃないっていうのは、ま、いろんな動画とかでも皆さん見たことあると思いますが、えー、ま、そうなってくると、実際その中国国内に住んでる人の中で、海外旅行する余力のある国民って絶対減ってるはずなんですよね。ってなってくると、今までだったら大イイはたいていろんなところをね、えー、飛び回ってた中国人っていうのがどんどん減ってくると。 で、これからはお金が少ないもん、足りないもんだから、え低予算で、さらに短時間でえ、住む旅行先にシフトをしていくんじゃないかと。で、そうなってくると、えー、シンガポール。シンガポールって、そのね、あ,あそこに、その、何、ね何、何、2週間も滞在しますみたいなことを、僕多分無理だと思うんですよ。東京23区ぐらいのサイズですよね、確かね。うん、なので、えっ、ー、と、より、 短い時間になればその分だけコストも安くなりますよね。うん、そういうことも考えると、えー、まあ、どんどんシフトが進んでいくんじゃないかと。 で、こうなったときに、中国政府の言い分としては、いやいや、シンガポールに対する好感度ってめちゃくちゃ高いから、みんな自分たちが好きな国に行きたいんだよ、みたいなね、そういう言い訳もできるようにしてるんじゃないか、みたいな指摘もあるわけでして、確かにそういう見方もあるかもな、っていうふうに僕も思ったんですね。はい。まあ、なので、えっと、とりあえずですね、少なくとも意味のない報道をするとは考えにくいっていうところがあるんですよね。まあ、なんで何かしらのメッセージがあるというふうに考えられますから、え皆さんどう思いますかっていうところを、あの、今回皆さんに問い、 たくて、えー、問いたくて、なんかすみませんね、すごい変な言い方で、えっ、ー、と、聞きたくて、えっ、ー、と、今回この動画を作ってみました。はい。で、ちなみになんですが、これ調べてる最中にね、えっ、ー、と、今回の動画っていうのは2021年度末の、えー、世論調査の結果っていうのを元にしているわけなんですが、2020、2020年度末の時の報道なんだったかっていう話もしておきたいと思いますが、それがですね、中国の政策に関する報道だったんですね。 で、えー、と内容としてはですね、その中国の進めている戦狼外交っていうのがどれぐらいイメージを良くしているか悪くしているか、また感染症対策がどれぐらい中国のイメージを良くしているのかっていう調査をしたところ、えー、と戦狼外交で中国のイメージが良くなったというふうに答えた人は77.9%いたと。 要はその海外の人から見て中国っていい国だよねっていうふうになったっていうふうに考えてる人がこんだけいると。あと感染症対策で中国国内のイメージが海外から見て良くなっただろうっていうふうに答えたのは72.6%いたということなんですね。はい。まあ、これも本当に調べたのかねっていうふうに言いたくなるんですが、まあ、こんなことを言っていると。で、線路外交に関しても、えー、っと、まあ、適、適切なその圧力のかけ具合じゃないかっていうふうに考えてるのは71.2%いて、で、足りない、もっとやれって言ってるのは16.2%いると。 で、一方で、ちょっとやりすぎじゃないっていうふうに考えてるのは4.5%、本当にやりすぎだろうっていうふうに思ってるのは2.9%だったということだそうです。はい。まあ、この辺も本当に嘘か誠かよくわかりませんがえ、こんな報道を2020年度末もやっていまして、で、その1年後、今回は、えー、中国がどこの国を好きになってるか、嫌いになってるかっていう報道でした。 はい。まあ、ひとまず皆さんどんな意見を持つかっていうのに、ね、ぜひお聞かせいただけたらなというふうに思いますのでぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後はですね、スーパーマンになったデブちゃんでお別れをしたいと思います。えー、っと <laughs>、ね、シャキーンってなってますよね。これ上から見るとこんな感じです。なんかね、空を飛んでる夢でも見てるのかなっていうふうに思っちゃいますよね。はい。えー、そんな可愛いデブちゃんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。